東京都知事選挙、7日投開票で参戦を果たした、現職の小池百合子氏、71、に続き、約165万票を獲得して、辞典となった全広島県秋田田市長の石丸真嗣氏、41、が一役、字の人となった。YouTube や TikTok などでの動画を通して若い世代、などに注目されていたが、今回の都知事選での躍進を機に、 地上波のテレビ番組出演が増え石丸現象と称されるブームが起こる一方その言動が物議を醸す事態にもなっているジャーナリストの水木ゆりや氏が石丸氏の真相心理について指揮者の見解を聞いた石丸真嗣氏の率直な物言い相手をリズメで論破するカリスマ性は若者の人気を集めたが 市長時代には、公人としてはふさわしくないのではないかと疑問視される発言もあった。今年4月、YouTube 番組の広島県秋田方市公式チャンネルで、30代の医療従事者だという視聴者が、学会で高齢の役員たちにより、時代遅れの手法が推奨されているという趣旨の悩みを相談したところ、石丸氏は、 上の世代で理解してくださる方も多いですよという前提で、それでも理解しない高齢者がいても、若い者が勝つ。なぜなら年寄りは先に死ぬからと笑顔で言い放った。同2月14日の臨時記者会見では、市長も議員も選んだのは市民。だから私の責任ではない。すべての責任は市民、自己責任と述べた。 さらに2020年8月の同市長選で発注した選挙用ポスターなどの制作費の一部が未払いだとして、引率会社から約73万円の支払いを求められた訴訟では、昨年12月25日の定例記者会見で、広島高裁で敗訴したことについて、自分に非はない、単なる民事の訴訟ですよねと主張。 主張の立場にある者が司法に対して単なると表現したことを問題視する声もあったこの訴訟は今年7月最高裁でも石丸氏側の上告が退けられて敗訴が確定した都知事選後の7月には14日放送の読売テレビそこまで言って委員会 NP で少子化を防ぐには長期的に見れば一夫多妻制も選択肢である と持論を述べたり11日放送のテレビ朝日「グッド」「モーニング」で女子供に容赦するのは優しさじゃないという発言が問題視されたこうした一連の物言いに魅力を感じる石丸ファンがいる一方攻撃的で冷淡な性格はサイコパスではないかとの指摘もある漫画「サイコドクター」のモデルにもなった臨床心理士 公認審議士の黒岩隆氏に、石丸氏の言動について、見解を聞いた。多くの指示を得た要因として、黒岩氏は、石丸氏には、カリスマ性があり、新しいことに挑戦したり、周りの意見に流されず、自分の意思を突き進める力がありますと指摘した。だが、その裏にある部分として、黒岩氏は、石丸氏の問題視された発言に関して言えば、自分が正しい。 周りは間違っているという意味において自己中心性と排他的思考があるかもしれませんと試権を述べた黒岩氏は例えば若い者が勝つなぜなら年寄りは先に死ぬからという発言でも自身は若者側女子どもの発言でも自身は男性ですよね自己中心性と排他的思考が強く相手の話を聞かずにリズムで話を展開する人の中には 未だに天道説、地球平面説などといった奇想天外の主張をする人たちもいますと解説した。さらに過去の歴史を紐解きながら、黒岩氏はプーチン、ヒトラーなども同様の傾向があり、彼らは大人の発達障害であるアスペルガー症候群だと言われています。歴史を鑑みても、 こういうタイプの人が政治家になると国民は危険にさらされますが、大衆は彼らの軍隊意識の支配手段にカリスマ性を感じてきたという権威がありますねと分析。その上で、石丸氏が彼らと同じタイプではないということを期待したいですねと付け加えた。政治家とは本来、自身を支持する市民にも、支持しない市民にも、 法のもとの平等を保障すべきだが、石丸氏はどう考えるのか。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。この方に関しての記事は、お腹いっぱいです。なぜなら記事の細部一言一個を取ってそこは違うと、指摘するものが多いこと。あれだけの立候補者の中には真剣に政治と向き合い、発信を続けている方はいます。 そうして行動こそ政治には必要だと思っています。す。世のの中には取りこぼされているる層があるのですそういう人たちに少しでも光を差してくれるような政策を考えられる立候補者を現れることを切に願うプーチンヒトラーなども同様の傾向があり大衆は彼らの軍隊意識の支配手段にカリスマ性を感じてきたという権威がありますね エイリヒフロムの自由からの闘争にもあるように人は強いリーダーシップがあるように見える人が断言してくれるとそれについていけば楽なので猛獣する傾向はあるんでよね断言してくれると自分では考えなくて良いので楽と感じるのです自由って責任伴うし考えたり調べたり手間暇かかるものだからカリスマ性があるとは思えないけど気をつける 必要のある人だとは思います。石丸さんも大役を迎えて初老に突入ですし、自分も年を取り若者よりは死ぬと思ってるんでしょう。いちいち言われなくても、普通はそれが自然の流れだし、肉体の衰えは年月とともにあるし、物みなすべて風化していくものですが、若者を死に追いやり、勝ちたくなる老人がいるかもなので、そこは、 注意が必要だと思う民衆の騙され、具合といい、本当に、ヒトラーを彷彿とさせる。かなり危険を感じます。フランスでもポピュリズムの台頭に党派を超えて、常識神が結束したように、日本でも彼を担ぎ上げるのではなく、既存の政治家が党派を超えて、日本の未来のために対処してほしいですね。 対してデータも出さずに、新しい知見に基づく政策も掲げられずに、政治家の定義すら自分でできているのかすら疑問に思える石丸晋二氏に、政治家としての能力や高い評価を与える人は、石丸晋二同様、お気持ち表明に共感しているに過ぎないのではないでしょうか。通常アナリストが根拠を、数字やグラフで示さず話すことはない。 少子化問題の解消よりも不可避な少子化状況の中でもどのような社会の在り方を提示できるかの方が今後の政治家として必要な能力になるのではないかと思います石丸氏は根っからの金融系アナリストなんだと思いますアナリストは現状分析に長けているだけではなくその分析結果を分かりやすくクライアントに説明する能力も必要です そして、分析結果によって、クライアントが判断する事柄に関しては、自分の責任ではない、と考えます。株が分かりやすい例かもしれません。この株は上がります。なぜならば、と説明しますが、本当に将来上がるかなんて、誰にも分からない。だから最終判断はクライアントであり、自分ではない。キャッチーな言葉を使い、相手を良くも悪くも引きつけ、いいや、それは、 実はこういうういい意味なんですよと話術の戦略であり相手に興味を持ってもらえればその結果がどうであれ自分には関係ない石丸氏は今回の選挙で寄付金が3億円集まったそうです使ったのは1億で手元に2億残っているそう次の一手はどうするか良くも悪くも興味深いです